はじめまして、こんにちは。私はミオと申します。私は夢があります。その夢は日本の学校で勉強するのです。よろしく、こんにちは。昨日は私は夢が見た。夢の中で私は日本の中学校で学生だった。私は制服も着ていました。学校は古いです。とても古いです。教室で誰もないから私は出てきた。で、外でたくさん人が見た。みんな忙しいみたいです。みんな幸せそうだった。服も前のものと同じです。それダメの。私は横のおじさんと聞きました。あ、おじさん、今は何年ですか？おじさんは今は1951年と答えました。私はびっくりして目が覚めました。私はこの夢を見ては2回です。私はとても楽しかったです。それは私の日本の中学校夢です。ありがとうございました。私の大学はコミューター大学です。コミューター大学ファイネ青年です。ファイネ青年学生です。私は日本の大学で勉強したいです。勉強する夢があります。私は今日本語を勉強しました。今は日本語を勉強しました。それに私は日本に来て日本の大学に勉強するをします。私の夢は技術者になりたいんです。では私とても頑張ります。日本語をもっともっと勉強しています。今ありがとうございます。よろしくお願いします。